治らないアトピーに断食はするべきか。私はすべきです。どうも、整体師の児玉です。今回はですね、治らないアトピーに断食はするべきかということを私なりの意見でお話していきたいと思います。この動画を見てお役に立てる人というのは、アトピーを持っている方はもちろんですが、18歳以上である方、アトピーを治すためにお薬とか塗り薬とか塗っても治らなかった方、治ったとしてもまたひどくなったり、ひどくなってはまた治ったりっていうのを、症状に波がある方、そういった方におすすめの動画です。それ以外の方にはお役に立てないかもしれません。そして最初の話をしていこうと思うんですが、治らないアトピーには断食をすべきなのかということです。正直ですね、アトピーをもう二度と出ない体を作りたい、根本的に治したいというのであれば、断食はすべきです。また今の治療を行っていて効果を実感できていない、改善を実感できていない、前に進んでいないというふうに思うのであれば、断食はすべきです。今回のこの動画を見ていただくと、なぜ断食をすべきなのかっていうのはもちろんですが、いかに今あなたがやっていることがアトピーを治す上で無駄なことをしているのかということがわかると思います。今回の内容はこんな感じです。あなたのアトピーが治らない理由、このままこの治療を続けて放っておくと体はなぜ断食をすると良くなるのか、こちらをご紹介していきたいと思います。ではまず、なぜあなたのアトピーは治っていないのか。それはあなたがやってきた治療がおそらくその場しのぎの治療をしているからです。アトピーの患者様が初めて受けられる治療というものは薬物治療、お薬を使って肌に塗ったりとか飲んだりとか、こういった風に薬物治療がメインになってくると思います。この治療をすればどうなるのか、すぐに炎症や痒みが引くし、痒み止めなんかも飲んだら痒みが一気に引いていくっていう実感が最初の頃は得られると思います。この薬物治療っていうのは標準治療とも言われて、即効性があるっていうのが特徴です。しかしこれは私はいつもお伝えしてるんですが、無駄な治療だと考えています。それはなぜかというと、治すものではないということなんですね。臭いものに蓋をするという考え方なんです。あなたが今行っている薬物治療というものは、あなたの炎症を抑えてるだけであって、治してるもんではないんです。つまり、症状を抑え込んでるだけなので、その場しのぎの治療になってしまうんです。例えば、雨漏りね。お家の屋根の雨漏りをしているとしましょう。屋根に穴が開いて雨が入ってきて、上から雨が落ちてきてね。あ、家の中が濡れちゃうなっていうことになるわけでしょ。じゃあその雨漏りを防ぐために、継ぎはぎでちょっと板をね、バンバンバンと張ってね、また何かビニールかなんかをかぶせたりすれば、その場の雨漏りは防ぐことができると思うんですけど、でもそれって長く続かないですよね。放っておいたらまたその隙間から雨が入ってきて雨漏りを起こしたりだとか、屋根自体がもうダメになってしまうってことになるわけです。だからこそ穴が開いてしまっていれば、屋根丸ごと変えなくちゃいけなくなるわけです。虫歯なんかも同じですね。虫歯になりました、歯が黒くなって痛くなっちゃいました。だから治療として削ってもらったり、銀歯を入れてもらってこう虫歯にならないようにっていうことをやってもらうんですが、その時はいいんですよ。でもね、歯磨きしなかったり、甘いものを食べ続けるってことをしたりだとか、虫歯になってしまう習慣が治っていなければまた虫歯になりますよね。アトピーも同じです。アトピーも炎症を抑える治療をしたところで、その時は炎症が治まるとは思いますが、アトピーの炎症を起こす原因を止めない限り、また原因から炎症を起こしてしまい、繰り返すということを経験するわけです。そして今あなたが取り組んでいる治療というのは何でしょうか。あなたのアトピーの炎症を抑えるためだけの治療じゃないでしょうか。あなたのアトピーが治らないのは、その場しのぎの治療、対症療法をしているからです。ではこのままその治療を続けていればどうなるのかっていうのをお話しします。このまま標準治療と言われる薬物療法ですね、を続けていけばどうなるのかと申しますと、一番はずっとずっと付き合わなくちゃいけない、ずっとこの治療をし続けなくてはいけないということです。悪い言い方をすれば薬物依存とも言えると思います。このお薬がないと生きていけない体になってしまうんです。
常にお薬を持ち歩いたりだとか、毎日体に塗り薬を塗りたくったり、毎日薬を飲んだり、薬が切れないように毎回皮膚科に通い続けなければならない。薬が切れてしまったらどうですか？また炎症が強くなるんじゃないか、アトピーがひどくなるんじゃないか、怖いな、不安だ。そんな不安を抱えながら生きていかなくちゃいけなくなるんです。そんな思いしたいですか？したくないですよね。だったらアトピーの炎症を抑えるようなその場しのぎの治療だけではなくて、アトピーの原因から変える治療をやるべきなんです。ではここまでお話しさせていただいて、その場しのぎの治療はダメですよ、根本的に治していきましょうっていうお話をさせてもらいました。そして断食はなぜいいのか、なぜ断食じゃないとダメなのかというところをお話しします。それはですね、アトピーを治せる体を作るためなんです。ここで間違えちゃダメですよ。断食をすればアトピーが治るのか、これはすぐに治るなんかは絶対にありえない。ただ断食をすることでアトピーが治る体になる、アトピーを自分で治せる体になる、だからこそ根本的な解決になるわけなんです。お薬をやめたとしてもアトピーを治せる体を手に入れていれば、アトピーを治せる体質を手に入れていれば、お薬ってやめられますよね。だからこそ断食すべきです。では断食をするとなぜそうなるのかというと、細胞を若返らせるっていうことが断食で可能なんです。まず前提として、お肌というものは細胞の集まりなんですね。肌というものは常に新陳代謝と言われる、古いものは捨てられて新しいものを生み出すという仕組みの中で動いています。一つの細胞が細胞分裂をしてコピーを作って、そして細胞が分裂してたくさん集まったものが一つのお肌になるわけです。ではこの細胞の塊が古くなった、点数をつけるとすれば60点の弱いお肌だったらどうでしょうか。60点の細胞が細胞分裂をしたら何点の細胞ができるでしょうか。もちろんわかりますよね。同じ60点の細胞が生まれるんです。ではその60点の細胞がたくさんできて集まったお肌っていうのは何点のお肌でしょうか。60点のお肌です。60点のお肌ということは100点満点のお肌と違って、乾燥に弱かったり、炎症が起きやすかったり、カサカサになったり、引っかいたらすぐに血が出たり、傷ついてしまう、アトピーの炎症を起こしやすく免疫が低いお肌になってしまう、弱いお肌を作ってしまうわけなんです。では100点の細胞が元になっていればどうでしょうか。100点の細胞が細胞分裂をすれば100点の細胞ができます。そしてその100点の細胞の集まりは100点のお肌ができるわけです。100点の細胞は健康的なお肌になっているため、肌が荒れることもしにくいし、乾燥肌にもなりにくい、潤いを保ちやすい、ひっかいても傷がつきにくい、強い肌、健康的なお肌を作ることができるんです。つまり細胞を若返らせれば根本的な解決になるんです。強くて若くて美しい肌を作ることができる。それさえ作ってしまえば、わざわざ弱いお肌のために保湿剤やお薬などを使う必要がなくなってくるんですね。そう、じゃあそれをするのは何なのかっていうと断食なんです。断食をしてオートファジーと言われる細胞を生まれ変わらせることができれば、若々しいお肌を作ることができる、アトピーに負けないような強い肌を作ることができるんです。だからこそ私はアトピーを根本的に治したい、もう出ないようにしたい、お薬なんかやめたいんだっていう人には断食を強くおすすめしています。ということで今回の内容をまとめますと、標準治療というもの、お薬を使った治療というものはその場しのぎですので、炎症を抑えるだけ、治すものではないですよ、だからあなたは治らないんですというところと、根本的に治すためには断食をして細胞を若返らせることが大事なんですというお話でした。具体的な断食のやり方についてはまた別の動画でご案内をしておりますので、よかったら当チャンネルを覗いて見てみてください。またこの動画に対してのご質問と、お体のことについてご質問等がございましたら、 YouTube のこの動画のコメント欄をご利用いただくか、または毎週月曜日の夜の9時頃もしくは9時半から開始している YouTube ライブ、これ質疑応答ライブです。
こちらでお答えしています。毎週月曜日の夜9時もしくは9時半から始めています。こちらに参加していただいて、ご相談いただければ、逐一お返事いたしますので、ぜひお参加の上、コメントください。というのも今整体院にですね、ものすごい連絡をいただいているんです。非常にありがたく思っています。無限にするつもりはないんですが、お一人お一人返事をすることができません。手が足りません。また整体院の方はですね、あちらは整体の患者様のための問い合わせフォームになっておりますので、 YouTube の動画についてのご質問と個人的な内容についてはライブに参加していただいて、そしてご質問ください。またですね、このライブがやってるのかやってないのかっていうのが分かるためにも、インスタグラム、こちらあのアカウント貼ってありますので、よかったらこれフォローしておいてください。このインスタグラムのアカウントで常に発信しております。やるのやらないの詳細発信してますので、フォローだけしておいてください。断食をやって根本的に直したいという方はですね、アトピーを2ステップで直すため の無料メルマガビデオ講座というものもやっておりますので、よかったら概要欄のところとコメント欄のところに貼っておきますので、リンクから飛んでいただいて、メールアドレスを登録してもらって、メルマガを見てあなたのアトピーを直すための糧にしていただければと思います。ということで、今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。